何か丸い物体が止まってるよ。下にも何かがいるよ。ポンちゃん、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 はい、ポンちゃん、ポンちゃん、おはようジャン君。今日は昨日から降り続いている雨がまだ少し残っていてですね、ただ時々日が差したり、日が差しながら雨がパラパラ降っていたりというちょっと不安定な朝です。花の具合もその気候に合わせたイメージで、まあこれは勝手な思いなのでね、そうかどうかわかりませんが、ジャン君にも似合うように、外からの日差しの雰囲気にも合うように。あとはですね、太陽がたくさん降り注ぐときには、縦方向に花を、高く積み上げます。そうすると右半分が開くんですね。今日は横に平たくしています。太陽の光は、トレーシングペーパーを通したようにふわっとした光ですので、それでもジャン君の頭まで首元や全身にですね、柔らかく降り注ぎます。なるでしょうか。そんなことを考えながら毎朝花をこうやってセットしています。さあ春になってきたのでね、またもう少し増やそうかな、春らしい感じにしていこうかなと思います。今度はポンちゃんです。ポンちゃん、うん。
してポンちゃん。はい、いいとこで泣いたね。自転車屋さんに来ました。とてもいい感じでした。反射板を、買おうと思ったら、ホームセンターの方が安いですよという店員さんのこれ会社的には言っちゃダメなのかな。でもすごくそういうところが好きです。ついでにですね、このスタンド部分が、引っ越しの時に多分荷物に挟まれたか何かで、歪んでいたんですね。一応この歪みは治ってないんですけども、力任せにやるしかないなさそうですということでした。で、油をさしていただいたので、実はこの自然に跳ね上がる、これ今までなかったのが跳ね上がるようになりました。ただです、ありがとう。一応これで取っておきましょうか。でもこんなやつのを買ったの、これのもっとちょっといいやつ、ダイソーにも来ました。本当でした。ホームセンターっていうか、ダイソーにいっぱいありました。これいっぱい買います。今日のデートの終着点は、マクドナルドさんです。こちらの方でですね、電源を使える、場所があるだろうと思って聞いたら、カウンター席ですね、方では使えるようです。今度ですね、ノートを持ってここに来るっていうことも考えています。このカメラで見えるでしょうか。遠くに富士山のシルエット。